1年井筒君大阪大学、2年上田君大阪産業大学、3年は辻中君琵琶湖成蹊スポーツ大学、4年前田君滋賀立教、5年を続かして6年川内君近畿大学、7年は山中君草津東高校、8年清水君龍谷大学、以上の7名によりまして男子 400m 決勝の出発です。出発いたしましたのは男子400m の決勝。